ウィリアム・ハーシェル、サー・フレデリック・ウィリアム・ハーシェル、サー・フレデリック・ウィリアム・ハーシェル、1738年11月15日から1822年8月25日は、ドイツのハノーファー出身のイギリスの天文学者、音楽家、望遠鏡製者。ドイツ語名は、フリードリヒ・ビル・ヘルム・ヘルシェル、フリードリヒ・ビル・ヘルム・ハーシェルである。天皇制の発見や、 赤外線放射の発見など、天文学における数多くの業績で知られる。フリードリヒビルヘルムヘルシェルは、ハノーファーの家の十人兄弟姉妹の四番目の子供として生まれた、うち四人は創生している。1753年、父ザークと長兄ヤーコプが務めていたハノーファーコノエレン隊の楽団に応募奏者として入団した。当時イギリスとハノーファー選定公国は、 ジョージ2世のもとで同訓連合を組んでいた。1755年、彼の楽団はイギリスへの赴任を命じられた。ヘルシェルは短期間で英語を習得し、1757年にイギリスに渡って名前をフレデリック・ウィリアム・ハーシェルと名乗るようになった。イギリスでのハーシェルは音楽教師として、また楽団長として成功を収めた。ハーシェルはバイオリンやオーボエ、 後には、オルガンも演奏した。彼は24曲の公共曲や数多くの競争曲、協会音楽などを作曲した。しかし今日では、彼の曲の多くは忘れられている。ハーシェルは、ニューカッスルやリーズ、ハリファックスのオーケストラの団長を務めた後、バースで、オクタゴンチャペルのオルガン奏者に就任した。この地で彼は、市民音楽会指揮者の職にも就いた。この頃に、 妹のカロライン・ハーシェルもイギリスに移り、彼と共に生活するようになった。ハーシェルは音楽に携わるうちに次第に数学にも興味を抱くようになり、さらに天文学も学ぶようになった。1773年頃から本格的に天文学に携わり、自ら望遠鏡を製作し始め、天文学者のネビル・マスケリンと面識を得るようになった。ハーシェルは月を観測して、 月面の山の高さを測定したり、二重星のカタログの編纂などを行った。ハーシェルの人生の転機は1781年3月13日に訪れた。この日、彼はバースのニューキングストリート19番地にある自宅で天皇星を発見した。この発見によって彼は一躍有名人となり、囲碁天文学の研究に専念するようになった。 当時のイギリス王ジョージ三世を称えて、この新惑星に、ジョージの星、ジョージャムシダスと命名したことで、彼の名声は一層高まった。実際にはこの名前は定着しなかった。特に、フランスではこの惑星を、イギリス王の名前で呼ぶことは敬遠されたため、ユーラネスという名称が定着する以前はハーシェル、と呼ばれていた。この年、ハーシェルは、コプリメダルを受賞し、 王立協会会員に推薦された。1782年にハーシェルは、ジョージ3世から国王付天文館、ザ・キング・エス・アストロナマーに任命され、彼と妹は1782年8月1日に、バッキンガムシャー、ゲンバークシャーのダチェットに移住した。ここでも彼は、望遠鏡製作者としての仕事を続け、数多くの望遠鏡を天文学者に販売した。 1783年にハーシェルはカロラインに一台の望遠鏡を与え、これをきっかけにして、彼女も天文学上の発見、特に水星の発見をなすこととなった。カロラインは兄の助手として働き、彼が望遠鏡で観測を行う際には、記録係を務めた。ラチェットの地は湿気が多い環境だったため、1785年6月に、 ハーシェル兄弟はオールド・ウィンザーのクレーホールに転居した。クレーホールファームは彫刻家、ペーター・シェーマーケルズによる胸像がウィンザー教区協会に置かれているトップハム、フートの父、サミュエル・フートが所有していた。トップハムの母はこのファームを兄弟のリチャード・トップハムに売却し、リチャードはシュドニー・ブルー・クラークに相続した。1786年4月3日にハーシェルたちは ウィンザーロードのスラウに移り住んだ。ハーシェルは、以後の生涯をこの地で過ごし、彼の家は、オブザバトリーハウス、アブザーバトリーハウスの名で知られるようになった。1963年に、高層オフィスビルを建設するためにこの家は取り壊され、現在はない。1788年5月7日、ハーシェルは、スラウのアプトンにあるセントローレンス教会で、未亡人メアリー・ピットと結婚した。 これ以来妹のカロラインは離れに住むようになったが、その後も、ハーシェルの助手を務めた。ハーシェルは、その生涯で400台以上の望遠鏡を製作した。その中でも、最大で最も有名な望遠鏡は、焦点距離40フィート、12メートル、口径491、2インチ、126センチメートルの反射望遠鏡である。1789年8月28日、 この大望遠鏡を使っての初観測で彼は土星の新たな衛星エンケラドゥスを発見した。この発見から1ヶ月も経たないうちに彼はもう一つの新衛星ミマスも発見した。しかしこの40フィート望遠鏡は非常に扱いにくかったため、ハーシェルの観測の多くはより小さな焦点距離20フィート6.1メートルの望遠鏡を使って行われた。ハーシェルは 望遠鏡の光景の一部を覆い隠すことによって、非常に高い核分解能が得られることを発見した。この原理は、今日の天文学における干渉法の基礎をなすものである。なお、40フィート望遠鏡は老朽化により1839年に、息子ジョンにより解体され、現在は反射鏡のみが保存されている。百九十二年三月七日、ハーシェルとメアリーの間に、 息子ジョンが生まれた。1816年には、摂政皇太子、後のジョージ四世からナイトに助せられた。彼は1820年に、ロンドン天文学会を共同で設立した。この学会は1830年に直居を得て、王立天文学会となった。1822年8月25日、ハーシェルは、スラウのオブザバトリーハウスで没し、 アプトンのセントローレンス教会近くに埋葬された。息子のジョン・ハーシェルも天文学者として、なおなし、写真の研究でも名を残した。また、ウィリアムの弟のアレクサンダーもイギリスに移住し、カロラインとウィリアムの家の近くに住んでいた。ハーシェルが数多くの望遠鏡を制作し、また天皇制を発見したバースの家は現在では、ウィリアム・ハーシェル博物館となっている。 ハーシェルは、ご半生に、土星の2個の衛星、ミマストエンケラトスを発見し、天皇星の衛星チタニアとオーベロンも発見している。これらの衛星の名前は、ハーシェル自身によってではなく、息子のジョン・ハーシェルによって、ウィリアムの死後の1847年と1852年に、それぞれ命名された。ハーシェルは、星雲の大規模なカタログを編纂する仕事にも、取り組んだ。 また、二重性の研究も続け、二重性の多くが、それまで考えられていたような見かけの二重性ではなく、実際に連星であることを最初に発見した。このことは、天体のケプラー運動が、太陽系外でも成立していることを示唆した、先駆けであった。恒星の固有運動の研究から、ハーシェルは、我々の太陽系が、宇宙空間の中を運動していることに初めて気づき、 その運動のおよその方向を求めた。また、天の川の構造を研究し、天の川を構成する星々が円盤状に分布することを明らかにした。天の川を直径約六千光年、厚み千百光年とし、太陽がほぼ中心に位置していると考えた。ハーシェルの天の川銀河のモデルは、すべての構成の実際の高度が、皆等しく見かけの高度がその星までの距離のみに、 依存する距離の事情に逆ピレート仮定し、また比較的明るい星のみを数えたので、現在知られている天の川銀河の直径、約10万光年の約20分の1のサイズとなった。ハーシェル自身は、天の川銀河、イコール当時認識では、全宇宙の大きさを絶的な距離では表現しておらず、全天で一番明るい、従って、すべての星の実際の高度は、同じという仮定のもとでは、 太陽系に一番近いことになるシリウスまで距離を単位として直径850、厚み155とした。現在では、もちろんハーシェルが彼の宇宙モデルの基礎にしたすべての星の実際の高度は同じや恒星の空間密度分布が一様であるという過程は誤りであることが知れている。しかし、当時は個々の星までの正確な距離や実際の高度が知られていなかったにもかかわらず、 夜空を六百以上の区画に分けて見える星の数と明るさを記録するという地道で根気のいる作で定量的に解析した成果であり、現在でも天の川銀河の形状などを解説する、時に必ず引き合いに出される偉大な業績である。ハーシェルはまた、星のようなを意味する、アステロイドという語を発明した、これはギリシャ語のアスタイズに由来し、アスターは、星、エイロスは、 形を意味する。1802年に惑星の衛星や小惑星が恒星に似た天候源的な要体を示すことを表す際にこの語を用いた、これに対して惑星はすべて円盤状に見える。この年の3月にはハインリヒ・オルバースが歴史上2個目の小惑星であるパラスを発見している。ハーシェルは数多くの重要な科学的発見を行ったが、反面。 高等無形な推測も嫌うことがなかった。ハーシェルはすべての惑星、さらには太陽にすら生命はもちろん文明が存在すると考えていた。太陽は低温の硬い表面を持ち、不透明な雲の層がこの表面を高温の大気から守っているとし、この奇妙な環境に適応した様々な生物種がその上に生息すると考えていた。またハーシェルは、 太陽系の惑星の配置を彼が系統していた音楽理論と結びつけるなど現代の天文学以前の世代の存在であることも確かである。1800年頃にはハーシェルは赤外線放射を発見している。彼は太陽光をプリズムに透過させ可視光のスペクトルの赤色光を超えた位置に温度計を置く実験を行った。この実験で 温度計の温度は上昇し、このことから彼は赤色光の先にも目に見えない光が存在すると結論づけた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。